セレーナ・マリー・ゴメスは、アメリカ合衆国の女優、歌手、ユニセフ親善大使、身長165センチメートル、ディズニー・チャンネルのオリジナルドラマ、ウェイバリー通りのウィザードたちのアレックス・ルッソ役で、最も知られ、全米ティーンには絶大的な人気を誇る、ディズニー・チャンネルオリジナルムービー、ウェイバリー通りのウィザードたちザ・ムービーでも、主役を演じた、女優である一方で、ポップロックバンド、 セレーナ・ゴメスザシーンのボーカルを務め、2008年に、レコード会社ハリウッドレコードと契約を締結、スタジオアルバム、キステル、ア、イヤーウィズ・アウト・レイン、ホエン・ザ・サン・ゴーズ・ダウン、スターズ・ダンス、コンピレーションアルバム、ホーユー、サウンドトラック、ウェイバリー通りのウィザードたちインスパイアアルバム、インター・スコープレコードへ移籍後、初リリースした、アルバム、リバイバルなどがある。また、 2020年1月10日には、インタースコープに移籍後2枚目となるアルバム、レアをリリースした。1992年7月22日、アメリカ合衆国テキサス州、グランドプレーリーで、メキシコ人のリカルド・ゴメスとイタリア系アメリカ人母、マンディ・ティ・フェイの元に生まれる。5歳の時、両親が離婚し、マンディに引き取られる。2007年4月、 ウェイバリー通りのウィザードたち第一話撮影中のスタジオにて劇場演劇に出演していた母マンディを見て演技に興味を持ち女優を目指すようになる小学生になって間もない7歳の時に子役として活動を開始しテレビドラマバーニーフレンズのギアナ役でデビューを果たすその後2003年にスパイキッズ 3D ゲームオーバーの早くで映画デビュー 2004年、アメリカのディズニーチャンネルに見出され、2006年に、スイートライフにゲスト出演し、2007年に、シークレットアイドルハンナモンタナシーズン2から3にかけて出演した。同年、ウェイバリー通りのウィザードたちの主役3人のうちの1人、アレックス・ルス役に抜擢され、知名度を増す。永遠の魔法使いの座をかけ3兄弟で最後の、テストで競う、最終回エピソードは米国で、 約980万人が視聴する記録となった。2008年、ヒラリーダ・ダフ主演映画、シンデレラストーリーの続編である、シンデレラストーリーに、ドリームダンサーに出演し、同年、その一方で、アニメ映画、ホートン不思議な世界の誰々の市長の96人の、娘のうちの一人という役で出演するなど、活動を活発化させた。4月に、雑誌、 フォーブスのレイシー・ローズが発表した8人の子役スターランキングに選出され、ローズはゴメスをタゲータサイナティーンと評価している。ディズニー社長、ゲイリー・マーシュより、ディズニーチャンネルオリジナルムービー、キャンプロックの主演のオファーがあったがそれを断りデミ、ロバートがヒロイン役を演じる。2009年6月にデミ・ロバートと共に同放送、プリンセス・プロテクション・プログラムに主演。 その1ヶ月後に、ウェイバリー通りのウィザードたちザ・ムービーに出演。アクションシーンは全部自分でやったのですごく楽しかった。と述べている。全米の初回放送は1、140万人の視聴者を記録した。同年、同じくディズニーチャンネルのサニー・ウィズ・チャンス第1シーズン第13話、スター登場に本人役としてゲスト出演した。 実写と 3DCG アニメーションで構成された三部作の映画アーサーとミニモイの不思議な国の続編となるアーサーと魔王マルタザールの逆襲と翌2010年第3作目のアーサーと二つの世界の決戦でセレニア王女の声を演じた2010年家族の絆を描いたファミリードラマ映画ラモーナの起きで妹役ジョーイキングの姉ビーザスを演じた二0 1一年 米国、フランス、モナコが舞台のロマンチックコメディ映画、恋するモンテカルロで主演を務め米国人グレースと英国人コーデリアの2役を演じている。人形劇コメディ映画、ザマペッツで本人役として亀を出演している。2012年、ドラキュラの娘、メイビスの声を務めた 3DCG アニメーション映画、モンスターホテルが公開され、 全世界3億5837万5603ドルの工業収入を記録した。2015年に続編モンスターホテル2が公開され9月作品の歴代工業収入オープニング記録第1位を獲得している。ハーモニーコリン監督、脚本の映画スプリングブレイカーズに出演、ジェームズ・フランコ、バネッサ・ハジェンズ、アシュレイ・ベンソンと共演する。 帰ってきたウィザードたちアレックス VS アレックスでは制作葬式も務め2013年11月30日に日本初放送された2013年教育を求めて立ち上がる7カ国7人の少女たちを追ったドキュメンタリー作品ガールライジング少女たちの挑戦マイナスでナレーションを務めているチリ自身を描いたスリラー映画アフターショックに亀を出演アクション映画 ゲッタウェイ・スーパースネークでイーサン・ホークと共演している。2014年、コメディ映画、そんな君に恋してるでは、ナット・ウルフ演じる、主人公が憧れる、高校生ニーナを演じた。サンダンス映画祭で上演されたドラマ映画、君が生きた証で、ケイト役を演じ、日本では翌年2月21日劇場公開された。2015年、1930年代が、舞台のドラマ映画、 疑わしき戦いで、初の母親役を演じ、再び、ジェームズ・フランコと共演している。ドラマ映画、思いやりのすすめで、ポール・ラッドと共演している。同年撮影のドラマ映画、マネーショーと華麗なる大逆転でカメオ出演をしている。5月公開されたテイラー・スウィフトのミュージックビデオ、バット・ブラッドではスウィフト演じるカタストロフィーを裏切る、アソンソニー役を演じている。9月にザック・エフロン・主演映画、 ネイバーズにに女子大製役で出演しているスポーツウェアブランドアディダスネオの広告塔とデザイナーを務めている2015年6月にはヘアケア製品ブランドパンテーンと1年の契約金300万ドルで広告塔となる2016年12月ファッションブランドコーチと1000万ドルで契約広告塔と製品デザインを務める2017年9月には スポーツブランドプーマと長期的なパートナーシップを発表。契約金は2年間で3000万ドルで同ブランドの顔となる。セレーナ・ゴメスのディスコグラフィオ参照をキッス108、ジングルボール2008年、オムニバスアルバム、ディズニーマニア6収録のカバー曲、街のクルエラのレコーディングとミュージックビデオの撮影を行った。主演した映画、シンデレラストーリーにドリームダンサーの サウンドトラック収録の3曲とアニメーション映画ティンカーベルサウンドトラック収録のフライトゥユア・ハートをレコーディングした17歳の誕生日である2008年7月22日にディズニーが所有するレコード会社ハリウッドレコードと契約を締結2009年ディズニーチャンネルオリジナルムービープリンセスプロテクションプログラムで共演デミ・ロバートとデュエット One and the same をレコーディングした曲はオムニバスアルバムディズニーチャンネルプレイリストに収録されているウェイバリー通りのウィザードたちの作品で使用されている4曲をレコーディングしておりサウンドトラックウェイバリー通りのウィザードたちインスパイアアルバムが2009年8月4日発売される同年5月26日フォーエバーザシッケストキッズのシングル フィーチャリングソングがリリースされている。2010年、オムニバスアルバム、ディズニーマニア7に、信じてほしいが収録されている。2013年7月23日に、リリースされたソロ名に初のスタジオアルバム、スターズダンスが、全米アルバムチャートビルボード200で、デビュー初めての第一位を獲得する。4月に先行リリースされた、シングル、カムゲット・イット・モビルボード。 ホットダンスクラブプレイチャートで全米1位を獲得。その後アルバムは300万枚売り上げ2014年3月31日付でアメリカレコード協会から 3.00X マルチプラチナ認定された同年8月発売されたセカンドシングルスローダウンはホットダンスクラブプレイチャートで第1位を獲得。その後100万枚売り上げ2014年2月11日付で RIAA からプラチナ認定された。米国で2014年11月24日に、コンピレーションアルバム、ホーユーがリリースされた。アルバムからの先行シングル、ハートは自分が欲しいものを求めるは、ビルボードホットデジタルソングで5位となる。その後、100万枚売り上げ2015年1月16日付で、RIAA からプラチナ認定された。同年12月インタースコープレコードと、 レコード契約を締結したことが発表される。2015年6月、シングル曲、Good For You がリリースされ31の国と地域の iTunes で第1位を獲得している。8月、ロサンゼルスのステープルズセンターで行われたテイラース・ウィーフとのコンサートで Good For You オデュエットで歌っている。9月には音楽オーディション番組ザ・ボイス第9シーズンに 歌手グウェン・ステファニーのチームアドバイザーとして参加している。ハリウッドレコードからインタースコープレコードに移籍して初リリースしたアルバムリバイバルが2015年10月9日に世界各国より発売となる。米国で最初の週の終わりの15日までに11万7000枚を売り上げている。2016年5月よりリバイバルツアー公営を行うことが発表となる。 2015年11月開催のアメリカンミュージックアワードでアルバムからの新曲を歌うことが発表される。同年12月にビクトリアズ・シークレット・ファッションショーで歌のパフォーマンスをすることが発表となる。2016年リバイバルツアーを行い、8月には東京国際フォーラムホールで訪日公演を行い、約1万人のファンを魅了した。2017年2月、 DJ 介護とコラボレーションシングル曲 It トエントミーを発表。同年4月、自身が制作総指揮を務めるネットフリックスドラマ13の理由のサウンドトラックでは、シンセポップデュオヤズーのオンリーユをカバーしている。2017年6月、シングル曲バッドライアーのミュージックビデオで生徒、母親、父親、教師の4役を演じている。 7月にラッパーグッチメインがフィーチャリング参加のフェティッシュフィーチャリンググッチメインを公開した。10月に DJ マシュメロとのコラボレーション曲ウルブスを発表200万曲を売り上げて RIAA よりダブルプラチナ認定を受けた。2018年5月には13の理由シーズン2のサウンドトラックの一曲としてバックツーユーをリリースした。2019年1月。 シンガーソングライタージュリア・マイケルズの EP、インナー・モノローグパート1収録曲、アングザ・ヤティーにフィーチャリング参加している。2月には、ジェイ・バルビンとコラボレーションした楽曲、アイ・キャン t ゲット・イナフがリリースされた。2 0 1 9年半ぶりのシングル、ルーズ・ユー・ツー・ラブ・メと、ルック・エティ・ハー・ナウをリリース。ルーズ・ユー・ツー・ラブ・メが、ビルボード・ホット100で1位を獲得し、 彼女自身初のシングルでの全米一位を果たした。2020年セカンドアルバムとなるレアをリリース。このアルバムに対して、このアルバムは私の日記のようなものと発言し、前回のアルバムからの約4年間に起きたことが書かれている。キス108ジングルボール2009年に、ボーカルのゴメス、ギターのイーサン・ロバーツ、ベースのジョイク・レメント、ドラムのグレッグ・グレマン。 キーボードのダナ・フォレスという10代のメンバーからなる、ポップバンド、セレーナ・ゴメスザ・シーンを結成。同年9月29日、ハリウッドレコードより、スタジオアルバム、キステルでデビューを果たした。発売1週目で、約6万6千枚売り上げ全米アルバムチャート、ビルボードを200台9位デビューする。その後、2010年3月5日付で、RIAA からゴールド認定される。 2010年2月1日リリースされたシングルナチュラリーはビルボードホットダンスクラブプレイチャートで第1位を獲得。その後400万枚売り上げ2014年7月23日付で RIAA から 4.00X マルチプラチナ認定される。2010年9月21日にリリースされたセカンドアルバム A Year Without Rain。 発売一周目で前作と同数の約6万6千枚、売上全米アルバムチャートビルボード200でがイ位となる。その後、2011年1月19日付で RIAA からゴールド認定される。2010年6月22日リリースの先行シングルラウンドラウンドは、その後、2013年6月11日付で RIAA からゴールド認定される。 2010年9月7日リリースのセカンドシングル、ア・イ e a r Without Rain は、ビルボード、ホットダンスクラブプレイチャートで、第1位を獲得。その後、200万枚売り上げ2013年6月11日付で、RIAA から2.00、X マルチプラチナ認定される。2011年2月下旬、母や、バンドメンバーと共に初訪日している。約一週間滞在し、テレビで、 歌のパフォーマンス、開催されたファンミーティングで日本の印象について皆さんとても親切で礼儀正しいです。そしてお買い物が楽しみですと述べている5月にディズニーチャンネルで放映された独占セレーナ・ゴメス初来日密着スペシャルで母と共に振り袖姿を披露しているインタビューで尊敬するアーティストはブルーノ・マーズと答えている。 2011年6月28日にリリースされたサードアルバムホエンザサンゴーズダウン発売1週目で約7万8000枚売り上げは全米アルバムチャートビルボード200で第3位となるその後アルバムは同年11月17日付で RIAA からゴールド認定された2011年3月14日リリースの先行シングル風雪ず」はビルボード ホットダンスクラブプレイチャートで第11位となる。その後、300万枚売り上げ2013年6月11日付で RIAA から 3.00X マルチプラチナ認定された。2011年6月17日リリースのセカンドシングル Love You Like Arab Song はホットダンスクラブプレイチャートで第1位を獲得。その後、 400万枚売り上げ2013年5月9日付で RIAA から 4.00X マルチプラチナ認定された2012年1月20日リリースのサードシングルヒットザライツはカナディアンホット100チャートで第55位となるその後100万枚売り上げ2013年6月11日付で RIAA からプラチナ認定されたセレーナはユニセフで働くことが大好きなの 彼女は中身も美しくて素晴らしいのよ。彼女がどれだけ子供たちを気にかけて、どれだけ彼女の人生に響かせたかみたわという人の女優バネッサ・ハジェンズは語ったセブンティーン氏が最もパワフルな21歳以下の17人の女性セレブを発表第1位になる2014年ティーンチョイスアワードでアルティメットチョイスアワードを受賞スピーチでファンと母に 涙声で感謝を言葉を述べた。女優ジェニファー・アニストンはお世話してあげたくなってしまうの。セレーナはよく応援してくれるし、素晴らしい子よと評した。女優ダブ・キャメロンはゴメスを最も素晴らしい人間。彼女は天使よと称している。2017年9月、インスタグラムで1億人のフォロワーに達した最初の人物として評価され、タイム氏が選ぶ。 世界を変える46人の女性の一人として、選出、同志の表紙を飾った。同年11月には、ベイビルボードが選んだその年に、最も活躍した女性アーティストに贈られる、ウーマン・オブ・ザ・ヤーを受賞、若い人々への良い、お手本となる言動や、音楽活動、モデル、女優業など様々な方面での活躍が評価された。ハリウッドリポータービルボードメディアグループ代表のジョン・アマトは、 ゴメスの選出理由として、セレーナはチャートで急上昇しているだけでなく、若い女性たちに正直でいること、お返しすること、自分の声を使うことに恐れないことをインスパイアし続けましたと述べている。映画、デッド・ドント・ダイで共演した俳優ビル・マーレーは、ゴメスのことを考えられないほど聡明で、優しくて、ナチュラルな人と評した、ユニセフコンサート2009年9月ユニセフ新全体誌に、 就任、開発途上国の子どもたちのへの支援活動を行っている。2012年春アフリカのサヘル地域を訪問し、子どもたちへの国際的支援を訴える。2014年5月ネパールを訪問し、搾取や虐待にあった子どもたちと面会した。2012年4月ライアンシークレストが設立した NPO 団体、ライアンシークレストファンデーションの親善大使に任命される。 2014年10月、カナダ・バンクーバーで開催された若者のための社会貢献チャリティーイベントで司会を務めたウィーデ a で自身の体験を語り、自分と愛を信じて自信を持って生きようと呼びかけた。翌年4月入りの一周で開催されたウィーデ a で共同ホストを務めている。6月にはミズーリ州カンザスシティで小児癌と戦う。 子供たちを支援するチャリティ募金イベントに参加している。2016年12月24日、テキサス州クック子供医療センターを訪問、クッキーを配るなど子供たちと一緒に時間を過ごしたという。関係者は、いいニュースに、彼女は本当に優しく、子供たちの扱いも実に上手でした。セレーナは素晴らしいし、誠実な方です。と明かしている。2017年10月14日、 女優、歌手ジェニファー・ロペス、歌手マーク・アンソニーと元メジャーリーガー・アレックス・ロドリゲスが共同司会を務めるチャリティーテレビ番組、ワンボイス・ソモス・ライブに出演し、ハリケーン・ハービーやハリケーン・イルマ、その後発生したハリケーン・マリアで大きな被害を受けた、国々へ支援するための募金活動を行い2600万ドルの寄付金を集める、セレーナ・ゴメスのディスコグラフィを参照。 セレーナ・ゴメスの受賞とノミネートの一覧も参照。ありがとうございます。